どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日は4月14日木曜日ということで、写真展の方ですね、昨日初日を迎えまして、本日2日目ということになっておりますが、昨日はね、まず初日ということで、ご連絡いただいております。初日からね、結構絶え間なくご来場いただきましたという報告をいただいております。そして今日2日目、ご来場くださった皆様、ありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。で、2日経ったわけなんですが、僕がね、行けるのが土日なので、それまでの間、この1週間は、毎日配信というのをしております。僕の YouTube チャンネルの方では、遠く名古屋から、毎日配信という形で写真展に参加させていただいております。よろしくお願いいたします。毎日19時配信となっておりますので、よろしくお願いします。昨日なんですけどもね、初日、結構ツイッターを見させてもらっているんですが、楽しそうなんですよね。皆さんね、ありがとうございます。で、いろいろリツイートをしていただいた方もいらっしゃってですね、嬉しい限りですね。もう一度概要の方をご説明させていただきますと、今ね、写真展をやっております。はい、ライカユーザーグループ展ということでね、ライカユーザー4人による写真展です。ライカに恋してというタイトルで、東京都中央区日本橋茅場町3丁目 N1 ビル地下1階クリエイティブアーツギャラリーというところで、写真展を行っております。開催日時は4月13日から4月17日11時から19時までやっております。最終日17日だけね、時間が異なるんですよね。11時から15時までということになっておりますので、ぜひですね、皆様足を運んでいただけたら嬉しいなと思っております。で、今日のテーマなんですが、ストリートスナップというテーマでやってまいろうかと思います。と言いますのは、僕は日常的にね、写真を撮っているわけですよ。もうそれこそ何でもないようなね、道端ですとか、それこそ本当に SNS 映えなんて無縁のようなね、信号機撮ったりとか、決して綺麗とは言えないお花を撮ったりとかするわけですね。そうするとですね、何撮ってんのっていう風に言われる時があるんですよ。なので、もうやっぱりね、ストリートスナップは一人で行くべきですね。あと、こういったね、一緒にやっている写真が好きな人と行くべきだと思いました。僕、友人とね、ちょっと歩いている時に、なんとなく気になったのをね、こうパチパチパチと撮ってると、本当に何撮ってんのって言われるんですよ。なので、SNS 映えしない写真、ストリートスナップというテーマで今日やってみたいと思っていて、いくつか作例の方を、撮ってまいりましたので見ていただきたいんですが、行ってみましょうか。はい、場所は名古屋の中心部にあります栄の方でスナップしてまいりました。はい、信号機です。 SNS 映えなどはね、もう全く無縁の写真になるんですが、こういうのがね、楽しいんですよね。これ旗から見たらね、何撮ってんだってなりますよね。確かに、こういうのが好きなんでね、しょうがないですよね。はい、自転車置き場ですね。これも旗から見たらどうなのって、何撮ってんだっていう感じになるのは分かります。でも、ストリートの感じしますよね。はい、その次、栄の街角、
まあ、バスが来たのでなんとなく撮ったということで、はい、こちらもでたまたまねこう街角で歩いてたり人がパッと通ったのであのすぐさま撮って、まあ、こんな感じ。はい、これ、バス停ですね。バスの経路図を撮っているわけではなく、このね全体的な、構図っていうんですか、撮ったんですけど、旗から見たらただ単に構図を、まあ、経路図を撮っているという形になります。名古屋三越です。次に見ていただくのが、これはね名古屋の方なら、まあ、99% あそこねって分かるとこなんですよ。これね中日ビルっていうところで、古いビルだったんですけど老朽化が進んで、まあ、取り壊しされて、まあ、現在ね3年ぐらいかけてね、こう新しくするのかな、今現在、工事中でございます。これね東京でいうと渋谷ハチ公前、つまり待ち合わせ場所によく使われるとこなんですよ。今日ご飯食べに行こうって言ってね、どこで待ち合わせるって言って、中日ビルの前ねっていう感じでね、待ち合わせに使ったりします。はい、続きましてビームスですね。まあビームス別に僕は買い物したこともないですし中にも入っていないんですけど、いいですねこういったお店、まあ東京の方にはねたくさんあるとは思いますけども、こういう風にね、車が通ったところをすかさず撮るというストリートスナップらしい写真じゃないかなと思います。はい、続きまして駅ですね。これ撮ってどうなんだって話なんですけどね、まあなんとなく撮ったらこんな感じ。これがね例えばニューヨーク、パリ、ね、ロンドン、そういったところだとねなんか絵になるんじゃないかなと思うんですけどね、まあなんとなく撮りました。はい、灰皿ですね。もうこれも何撮ってんの、自分もね思う時ありますよ。確かに灰皿撮ってどうするのっていう、ね、これは空を撮っていたんですよ。空の感じが綺麗だったんで撮ったんですけど、普通に空撮ってもなと思ってそのお店のウィンドウに映る空を撮ったという形になります。これも何か、セレクトショップが入ったビルなのかな。はい、ちょっと海外チックな感じでね撮ってみましたけどね、古着屋さんですね。古着屋さんを撮ったということです。はい、ということでこれはもう単純に道端ですね。道端、まあ確かにね SNS 映えとは本当に無縁ですよね。いいねがもらえるはずがないということでね、はい、こういった形になります。まあこれはねSNS にも上げていない写真で、まあずっとね僕のこのパソコンの中にね眠っていた写真なんですよね。まあまあこういった機会で出してみました。はい、という形でストリートスナップ楽しんでまいりましょう。僕は東京に行ったらねいろいろ撮ってまいりたいと思うんですが、きっと同じような写真撮ってると思います。信号機とかね表札とか多分撮ってるんだろうな。でも東京、久しぶりの東京です。楽しみたいと思っております。というわけで、写真展の方もう一度告知の方をさせていただきます。ライカユーザーグループ展ライカに恋して、現在開催中でございます。東京都中央区日本橋茅場町3丁目 N1 ビル地下1階、クリエイティブアーツギャラリーというところでやっております。はい、というわけで、本日2日目、終わった頃かな、初日2日目来てくださった皆様本当にありがとうございました。引き続きね写真展やっておりますので、ぜひ皆様ご来場いただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。
たします。はい、でこちらのね僕の YouTube チャンネルの方でもこの写真展の期間内は毎日配信しております。毎日19時から配信を行っております。というわけで今回の動画は以上となります。はい、またね明日テーマを変えてやってみたいと思っておりますので、ぜひ、チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。今日の動画は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。また明日。